にありますように、一般社会法人備前機械情報システム産業協会ですけども、ここは IC カードカード関係の企画を開発する ISO に開発しているような窓口になります。そこでですね、それと一緒に塚本さんと企画などを作っておりまして、その関係で一緒に やらせていただきます。第1部の方は支援リクエストの国際企画であります。 ISO の IC の1290というのがあります。これは私は国際エディターとして参加しまして、大体私が作りまして、あとはですね、英語のチェックというのがありますけども、ビザヨーロッパの方に、もう一人、コーエディターとしてやっていただいてチェックしたものです。私の履歴なんですけども、あまり大した履歴じゃないんですけども、システムハウス12年間おりまして、その時にマイクロプロセッサーですけども、今は公共言語ですけども、私どもはアッセンブラーを使って、作ってました、その関係で IC カードが、メモリーよりも小さいものですから、アッセンブラーでできるっていうことが一番メリットだったかなと思います。82年に突破印刷に移りまして、その翌年に IC カードを開発しました、プリント基板とか自分で作ってましたので、割とそんなに時間はかからなかったんですけど、一人でやってましたので、非常に時間、夜遅くまではやってた。それからセガのゲームカードをご存知ですかね、メモリーカードを一応私が作りましたけど、ご飯も食べない状態で、それからミナルタのカメラのインテリジェントカードありますよね、ああいうものもやりました。あれは今考えてみたら、携帯電話のSIMになってから、あとはいろいろとやって、今やってるのは外務省の旅券の方のパスポートの使用書を作ってます。それから運転免許証もやりました。本当にね、タイミングが良かったなと、自分の能力ではなくて、そのちょうど私が IC カードの主査をやっておりましたので、その関係でやらせていただいたというところです。去年ですね、第1期の町の前期式、電子工学をもう一回勉強し直したから、何か目標がないかなと思います。支援リクエストというのは今日のお話になりますけれども、利用者の IC カードとか、今回のスマートフォン、NFC がついているスマートフォンなど、リーダーライターに探知するだけで、その人の一番最適なマンマシンインターフェースを形成するというような仕組みを作るんです。この間障害のある子どもたちのミュージカルを見てきましたけども、舞台に立つと立ちっぱなしになっちゃう子いるわけですね。でもスタッフがちょっと手伝ってあげると踊り出すというのを見ました。本当にこれはほんのちょっと余計なお世話かもしれないんですけど、ちょっとだけ、差し上げするとですね、助けて差し上げると、自分でできるというようなところが、この支援リクエストの目的。概要としては、こんなのみんなお前が考えてるようなことはずっと前から私も考えてたよという人が結構多いわけですね。でも標準化にしたんですから、それだけはちょっと認めてもらいたいなと思います。それからやはり携帯電話でどんどん便利になりましたけども、高機能とか多機能ということになってきたときに、やっぱりお年寄りとか障害者がどうやってそれを使いこなせるかというんですけども、皆さんにもやはり考えていただきたい内容だなということで、本日お話をすることになりました。それからですね、本当にコミュニケーションをみんなしたいと思っていらっしゃるんですけども、なかなかそれができない方もいらっしゃいます。ストレスがないそういうコミュニケーションができたらいいなということで、考え方をお話ししたいと思います。実はすでにヨーロッパの方では1000の企画の中に EA-1332 のパート4というのがありまして、これには問題がありました。というのは何が問題かというと、ヨーロッパだけの、機
機能がしか入ってなかったということと、やはりあの、新しい10年以上前に作られてきたものですから、なかなかですね、新しい例えば生体認証についてのことについては入ってなかったというようなことがありまして、それに対応したということです。それからその心理クエスト情報はあるんだけども、それをどうやって活用するのかと全く関係なく、セキュリティについても同じでした。でですね、それをなんとかしなくちゃいけないということで、実は、まあ、ヨーロッパから提案してもよかったと思うんですけど、日本が言うんだったらお前が提案しろということになりまして、JTC1 です C17 というところで、これが提案されました。日本から提案しました。で、実はですね、入学相手といっても5カ国以上賛成がないと、これはいきなりならないわけですけども、これはですね、これびっくりしたんですけど、中国が賛成してくれました。7カ国が賛成で、審議に入りました。で、2011年の7月15日に発行されております。その期間、4年間、経済産業省から、お金をいただきまして、まあ、主に海外出張費になりますけども、それで、企画を作ることができたということです。今実化を行ってますけども、今12月に審査があってコメントを返したところです。この企画を作るのはやっぱりニーズというものが必要かなと思って、アンケート調査をしました。色ですね、色の感覚というのは非常にいろんな方がいらっしゃって、後でまた述べますけども、大きな文字にしてほしいとかあります。それから操作スピードが、まあ、ゆっくりやればいいっていう人がいるんですけども、いらっしゃいますけども、早くやらないとダメ、手が震えてるとか、そういう場合にはいろいろと個人個人にやります。それから音声についても、大きな声なら聞こえるとか、ゆっくり喋るとか、あと周波数とか、ね、周波数で、私も石油ストーブの給油 のアラームが聞こえないんです。高い音が聞こえなくて年取ってきますとね、ところが高い音だけしか聞こえないという方もいらっしゃるんです。低い音が聞こえない、産経市場じゃなくて聞こえないという方もいらっしゃる。ですから本当にいろんな方がいるんだなというふうに分かります。まあ健康な方であっても年が取ってくれば小さな血が見えなくなったり、音が聞こえなくなったりするわけです。で、まあ、企画に対する配慮ということですけれども、代わりに端末にかざすとか入れるだけでこれがコミュニケーションができるということとか、それからさまざまな積極的な人にたくさんいろいろな方がいらっしゃって、いるわけですから、それに応えることができるものです。で、まあ、実際には高齢者とか障害者じゃなくて、その機械を操作するのに本当にどんな人でもストレスがなく使えるというようなものとしたい。それからもちろん世界中どこでも同じ形で使えるということですね。それからプライバシーを配慮する。まあ、これは先々週ですけど、日本ローマ連盟のところでこの話をしたんですけど、その時の、まあ、当たり前のことが当たり前にできるようにな社会というものが必要なんじゃないかというようなことを、この石破さんが。で、動作は非常に簡単なんですね。今までスイッチとかそういうことをやって、スイッチで、とかキーボードから入れてた情報をカードにあらかじめ入れといて、それをかざすとそのまま、その環境にできるということなんですね。まあ、共用端末とか、まあ、共に1台を個人で使う場合にはもう設定してあるかもしれませんけども、そういう公衆端末とかそういうところで、使えるというのが、方式です。ですから、まあ、これ今お話ししてきた内容ですけども、いろんな問題点が あるかなと。で、まあ、一番問題点になったのは国際会議でね、日本に行ったら端末みんな日本語だ、使えない、何だか分からん、もう駅の切符買うでも問題だということがあって、言語がみんな言語に対して障害者かなと思いますけど、まあ、堪能な方もいらっしゃるかもしれない。そういうようなものが、この
カードによって、タッチするだけでできるというのがこの特徴です。で、カード以外でもいいのかなと思ってます。で、大事な部分は支援情報という情報を後でご説明しますけど、メディアが本気と何でもいい。IC カードが、私カードずっとやってきたもの、カードなんですけども、カードに、クレジットカードでも申請用紙がありますので、その時に、その申請書の中にこの支援情報リクエストがあって、リクエスト情報があって、それをチェックしてもらうというのがあって、それを発行するというのがありますけども、もしスマートフォンだったらば、その発行アプリがあれば、その場でその設定ができるというメリットがあります。それから、実際にはカードの場合には頼んで発行してもらって、それから使ってみるんですけど、なんか調子悪いなという場合もあるんですけど、スマートフォンの場合にはそれを変えることができるというのが非常に大きなメリットなのかなと思います。で、企画の中の説明をしますけれども、この一番下のところだけ、支援リクエスト情報のデータの要素を、この企画は含みますよと。それから入出力のための格納とか取り出しフォーマットは聞きますよ。それからセキュリティ、それからアクセス方法。これアクセス方法はメディアの時期と違ってしまいますので、例を挙げています。それから、カード所持者情報の保護というのがあります。で、概要としましては、支援情報、リクエスト情報とか一つではなくて複数に出ることができます。それはですね、相手側の機械が例えばその機能を持ってない場合に代替機能としていくつかやるということがあります。それともう一つは、複合の、いくつかの障害を持ってらっしゃる方、持ってらっしゃる方っていうと怒られます。すごくある方って言われちゃいけないんですけど、持ってはいけないと言われてしまいますので、すいません、訂正いたします。私は東京大学の福島聡先生とをしたことがあります。先生は目と視力とですね、聴力がなくて指点字というお話をしたんですけども、もちろんお話しすることはできます。いろいろありまして、その話を複合 の障害の方とか大変だなと思いました。でインドの方から iPhone で、ここAndroid なんですけど、 iPhone でブザー機能を使ってモールス信号というものをやったらどうかということで、一緒に研究しないかというふうにインドの方から言われたことがあります。ですから、いろんな方法でスマートフォンを使うことで、対応できるのかなと思っています。それからですね、2つ次のページに、プライバシーができますかね。プライバシーはちょっと黒い文字で書いたところ、すごい大事なところです。個人の識別目的には使用しない。目が見えないとか耳が聞こえないということを、その ID としてはいけないよということ。これヨーロッパの企画からこのまま持ってきました。それから、目が見えないとか耳が聞こえないそのものの障害がここに書かない。支援情報だけ、想像すれば同じだと言われる方もいらっしゃると思いますけども、結構、その障害を持てるとかあったら、そういうことが書かれているので、気になるそうです。それからユニバーサルカードホルダーインフォメーション UCI というのがあるんですけども、グローバル UCI というのは全てのアプリケーションを共有するという IC カードの中では考えています。それからローカル UCI はアプリケーション、例えば病気や怪我をした場合に病院で受けられるアプリケーションが異なっている。それからまたその時に手が不自由になったとか、そういうことがあり、物理的なものとか目がの手術をしたとか、そういうので変わってくると思いますので、その2つを用意しました。そんで、どちらかは1つしかないというものもあってもよいかと思います。で、この関係ですけども、アプリケーションで指定した方が強い、優先権がある。それはグローバルで同じことが書いてあって、矛盾するようなことがあっても、アプリケーション側が
が多くても 90KB、一番大きいものは、4S 社のものが 1MB となりましたけれども、大体ですね、3ミリ角 IC チップは壊れない、カードの中に入れますので壊れないために3ミリ角の中にいくらメモリを吸い込むことができるのかというようなことで、RAM が 10KB ぐらい、それから多くてもロムの方は、イスケフィルムを使ってまして書き換え可能なんですけれども、90KB、64KB とか 90KB がせいぜいです。その中にデータとして入れていくためには、XML とかそういうものを入れられないようです。で使っているものは、ベーシックエンコードルールの ASM.1 というもので、タグレックスバリュー。これは、内容的には XML とか同じものですけども、タグというもので1バイトとか、そういうもので表しております。それがつながっているものと考えていただければ結構です。で内容的には、これはグローバルUCIの設定例ですけども、言語は4つまで入れられます。で優先権が一番上が一番優先が高いというような形になります。それから、その下に行きますとタグ割付機関とかありますけども、そこにあるのは国際規格では決まっているんだけども、ローカル、国その国で必要なものというのを支援情報、リクエスト情報として入れることが、6個までできます。例えばどういうものかというと、ATM のアンケートを調査に行った時に、お金が出てくるのを識別するのが非常に難しいとさのおさそうですね。で特に2000冊と5000冊というのは、長さもほとんど同じなんですね。 できればATM からお金を視力障害者の方ですけども、1000円冊だけで出してほしいというようなものが、これは日本国内だけの問題です。でそういうものが入れることができる。それから要求事項と下の方の必要機能と除外機能って書いてあるんですけども、それは、メモリがある限り入れることはできますけども、やってほしいこととやってほしくないことっていうのがあります。例えば、指紋がない方って結構いらっしゃるわけですね。パーマネントで強いアルミを使っている方なんかはそういう方がいらっしゃいます。指紋認証ができない方もいらっしゃるわけです。そういうものの基準とか、あと色が見えないという方がいらっしゃいますので、それはその除外機能になるわけです。で非常に多くヨーロッパの方からの企画をほとんど入れてます。全員プラスアルファをしているわけですけど、支援リクエスト情報が、あります。ほぼ含んでると思うんですけども、エンジニアが考えた内容っていうのとあと10年経っていますので、この情報は実際には実証実験等で修正していかなきゃいけないのかなと思っています。で、実際にはこの一つ一つがビットマップになっています。ビットマップになってて、それで例えばこれは色のキー情報なんですけども、赤を使わないでほしいとか、赤緑コントラストが一緒のものについては使ってほしくないよというような内容です。それからそういう話ですね。それとですね、あといろいろ今回ですね、後で、塚本さんの方から紹介あると思いますけども、実際にメーカーでやってくれないかというと、本体を直すのは非常に大変だと、お金がかかるということなので、操作パネルだけをスマートフォンに持ってきて、そこで操作して実際に操作できたら、これは面白いのかなという一つの例です。終わりにですね、企画は作ったんだけど普及がまだまだなんですね。磁気カードが20年かかったんですね、普及に。IC カードも20年かかっているわけです。ですから普及に時間は非常にかかるとよくわかるんですけども、なんとかですね、この工程について今日お願いしたいのは、皆さんのご協力をいただけたらということです。簡単なデモンストレーションがあって、こ
それでいただいたのに。頼本さんの方からチェーンリケートカードの委託についてお話しさせていただいたんですけれども、これがどのようにアンドロイドとつながっていくのかとか、何を話しているんだろうとか、皆さんちょっと不安になってたんじゃないかと思って、ちょっとドキドキしておりましたが、最後までご迷惑を取っていただいて、ありがとうございます。ちょっとこれからは、チェーンリケートカードのですね、アプリケーションへ起用することについて、実証実験参加のお願いにお話をさせていただきます。ちょっと今日の私の立場をお話ししておきますと、勤務先はソニーですけれども、これは個人の見解であります。はい、それでですね、今頼本さんが企画を作っていたという話をされていましたが、そこの企画を作っているグループ、SC17 の WT1 というところで、長年アクセシビリティの企画化のためのアドバイザーみたいなことをしております。一緒に海外に行ってプレゼンをさせていただいたりとか、そういうこともしてきました。そもそもはなぜかというと、共用品ネットという市民活動でですね、お金をうまく識別できるようにしたいとか、買うクレジットカードとかキャッシュカードは、ちょっとこんなに不便なところがあるので、なんとかしてほしいという、もう無理難題を言ってたところですね、だったら自分が使いやすいように企画を作ればいいということで、その WT1 に、のアクセシビリティの企画を作るところで、企画を得るというところで活動してきたという経緯があります。その私がボランティアでやっている共用品ネットについて少しお話をさせていただきますと、財団法人の共用品推進機構というのがあるんですけれども、そこの個人参助会員の会として、活動しています。活動の目的ですけれども、これはいろいろ
まあ、ある障害者団体とかそういう宗教的なものとかそういったものはなしにして、あの自由で中立的な立場から、まあ、発想を出し合って社会のニーズに応えるような、提案をしてきました。まあ、その共用品ネットの共用品っていうのはですね、あの一般商品にちょっとした工夫をすることで障害のある方も同じもの、一般の人と同じものを使えるようになったらいいなということを提案しています。まあ、福祉機器というのはあの非常に数が少なくてお金が高いわけなんですけれども、まあ、一般の商品でちょっと工夫をすればみんなが使えるものというのはたくさんあるわけですね。まあ、その中でよく言われているのがそのシャンプーのギザギザなんですけれども、まあ、今一般すごいシャンプーにギザギザがついているというのは皆さんよく思い起こすとご存知かもしれません。まあ、こちらも共用品ネットのメンバーにいた顔の方がですね、あのシャンプーに印をつけて目を見えない人でもシャンプーとリンスをお風呂でも、お風呂で間違わない、まあ、お風呂の場合は皆さん目をつぶったりしている場合でも間違いなくシャンプーを使える、これは誰でも便利な、識別記号ということで今すごく、日本だけでなくて他の国にも広がっています。あとはこの電話とかこのにあるボニーポツ線がついているんですけれども、この手がかりがあることであの目が見えない人でも簡単にあの確実に電話をしたりとかそういうことができます。まあ、こういうふうなあのちょっとした工夫をあの世の中に提案していくあのアイデア集団だと思っていただければと思います。そこで、私が何をしているかというと、そのいくつかプロジェクトがあって、まあ、そのパッケージどうやったりとか今のパッケージですね、シャンプーとかリンスは、私の方はマネー&カードプロジェクトというところで、触っただけでお金やカードを区別して安全に使えるような工夫を提案してきています。今までの成果はこのページなんですけれども、まあ、古くはテレフォンカードの切り欠きもあのメンバーが提案してディスカに協力しています。ディスカをしています。で最近、このジェネケストカードの前にはですね、このクレジットカードとかキャッシュカード、まあ、ID1 タイプのカードっていうんですけども、これの、右の下にですね、展示さんも自分のマークが付けられるという企画を、カードの企画の中に入れてもらいました。なぜこれが重要かというと、まあ、ここに自分のマークがあるということで、カードを入れる向きが分かるんですね。例えばこの向きがちゃんと分かれば、まあ、お金を下ろそうとして我々の機能のキャッシングをしてしまうとかそういった間違いもないですし、自分のお財布に入っている複数のカードから自分のマークがついたもの、識別マークをつけたものを選べば正しいカードをいつでも安心して使えるという、そういったマークです。でこちらも、企画にするのは、私の WGY に参加してから10年近くかかりました。で今すぐに全国に普及しているというわけではないですけれども、先月ですかね、四十七銀行が、対応していただけたりとか、徐々に、対応してくれる銀行も増えてきています。はい、でそこでですね、カードの識別とかその辺の不便さを解消したんだけれども、実際カードを使う機械の方はどうにかならないかなっていうところが解決するのが支援リクエストカードです。でこちらに対応してくれる端末が増えれば、究極のアクセシビリティの世界というのが広がるんじゃないかということが今期待しております。でただし今企画ができただけなので、まだまだ普及では課題がたくさんあります。まずそもそ もカードにリクエスト情報を登録する手段などありません。で先ほどありましたように、システムを支援リクエストカードに対応させるための変更がもう大変ですということで、ちょっと例えば ATM のメーカーであったり、こう自販機のメーカーであったり、券売機だったり、そういったところはちょっと及び腰です。他がやればなとか、まあ、そういうよくあるパターンですけども、そういうのが、透けて見えてます。でそこで、まあ、なんとかできないかなというところでいろいろ相談させていただいてたんですけど、ある人がですね、こういうのってアンドロイドとかそういうのでやったら簡単なんじゃないかというアドバイスをいただきまして、ここで今日お話をさせていく運びになったというわけです。
ここでですね、メールボードに対することなんですけれども、ぜひこの、支援リクエストカードの企画を、ね、使った API をですね、Android の標準に API にしてほしいなということを考えています。そうすれば、どのアプリからでもユーザーのリクエスト情報を、簡単に利用可能になると思います。また、その支援リクエストカード、支援リクエストの情報を端末ごと持つことによって、よりきめ細やかなユーザー対応が可能になってくるのではないかなと考えています。そして、この Android という端末で、これが支援リクエストカードの利用が一般化していけば、それがあらゆる端末への普及の突破口になってくれるのではないかというふうに今夢を見ています。こういった形で NFC 対応の Android 端末がたくさんありますから、これをかざせば機器がお好みの設定に変身するであるとか、先ほど吉本さんの話にもありましたが、Android の端末自体に例えば ATM 操作画面を持ってきちゃうとか、そういったことも簡単になっていくんじゃないか。システム4の変更はほんの少しで、この Android の端末がこの究極のアクセシビリティを可能にしてくれるんじゃないかというふうに期待しています。はい、でここまででですね、じゃあ何とかこの Android でこの支援リクエスト、このアクセシビリティの保存のために何かしてやろうとか、ちょっと興味が出てきたと思ったいただけた方に実証実験3回のお願いをしたいと今日は思っております。はい、ですね、IEC のこの ISO を決める国際会議の総会というのが、あるんですけれども、これがですね2014年の来年なんですけれども、2014年の11月8日から14日まで東京国際フォーラムで日本の東京国際フォーラムで開かれます。ここで実証実験をやりたいということで、経済産業省が言い出しつつなんですけれども、そこにいる吉本さんがいる自然機械情報システム産業協会が主催をし、協業員推進機構が協賛の形を取って実証実験をやることになりました。はい、実証実験の内容なんですけれども、今の支援リクエストカード、ね、これの利便性、有効性などをアピールするために、実際の利用場面を想定した実証実験をやりたいと思っています。で、申し込み方法なんですけど、あまり時間がなくて、検討の時間がなくて申し訳ないんですけれども、とりあえずまずやりたいという方は今月中に確か吉本さんに連絡していただければ、やれるようにサポートしたいと思っています。で、参加にあたっての、メリットと、注意というかデメリットなんですけれどもがあります。メリットはもちろん、Android 端末のアクセシビリティの優位性を世界に伝えることができます。また、実証実験の参加者ですね、やデモの内容については、IEC の国際会議で紹介されます。参加は IEC の会員でなくてももちろんできます。例えば、学生さんでも研究室での卒業課題か何か、そういったものでチームで参加していただくなんていうこともできてしまうと思います。で、会社の方はですね、自社のアピールも可能です。で、注意点なんですけれども、言い出しっぺの方にお金がないもので、開発費用は持ち出し、ボランティアベースになってしまいます。会議は10日ぐらいありますけれども、デモに立っていただくのは数日でも構いません。このカードについてですね、カードの機能について、例えば、実装です。実装。支援リクエストカードの企画、その実装に対しての質問ですとか、そういったことへのサポートはもちろん可能です。サポートいたします。また実験に必要なカードやリーダーライターの入手についてもぜひ相談してください。WGR にはカード会社の人とかもいっぱいいますので、そういったところと交渉していきたいと思います。今日は個人の立場で言いますけれども、NFC に関しては私の方でもちょっと力になれるかもしれません。また、デモでサイネージなどを使いたい、サイネージとか運搬とか費用もかかりますので、もうそういったことをやりたいという場合には80インチのサイネージ、モニ
ミターがですね、あのデモに無料で使えるように手配ができる、あのできると思いますので、あのぜひあの参加していただきたいと思っています。もちろんあのこれに参加したいという方も、あの何かやるところにあの協力、まあ、企業の面でですね応援したいという方も、のあのご連絡もお待ちしております。はい、問い合わせ先ですが、まあ、あの私か湯本さんは JBIMA、MIA、あのどちらでも、連絡しやすいところで結構です。資料をご希望の方、ちょっと質問したいだけの方もぜひご連絡ください。で今日は私の方は1日いるつもりですので、あの気軽に声をかけていただければと思います。でまたあの支援リクエストカードのについての使用の説明についても、ちょっと漫画みたいな冊子を持ってきていますので、お声掛けいただければ、持ってきた分は、配り差し上げたいと思います。もし足りなくなれば、お名刺いただければ、後で送らさせていただきます。ということで、ぜひこの支援リクエストカードの、普及のために、Android の力をお借りできればなということで、今日はお話しさせていただきました。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。